皆さん、こんにちは、岡です。今週は節分でしたね。私も北北西の方向を向いて黙って恵方巻きを食べました。そして鬼は外、福は内と言いながら豆を巻いて、年の数だけ豆を食べました。数が多いので全部食べるのが大変でした。今日は節分、方角、豆という手話を覚えました。ではもう一度、節分、方角、豆。また来週、さよなら。